さあ、じゃあ次行きましょう。2番。はい、わからないところは先生に何々何々、自分で調べる何々しなさい。はい。やらやら、なりなり、というかというか、かまいか。はい。これはなりなりですね。はい。聞くなり、調べるなり、これあれですね。とかとかと一緒ですね。何々とか何々とか。はい。何々なり何々なりっていうのはいろいろ方法があるでしょうっていうことですね。いろいろ、いろいろな方法があるよ。うん。例えば、何々、何々。これが先生に聞くなり、調べるなり。っていうことですね。はい。だから例えばこういうのがありますよっていうのを例で出すときになりなりですね。はい。はい。例えば、そうですね。東京から大阪まで行くならこの方法とかこの方法とかがあるよって言いたいときはそうですね。例えば新幹線とかあとはバスもありますね。バスなりあるよ。はい。まあ、こういうふうに例を出すときになりなりを使いますね。うん。でね、このやらやらとかだと、これも例なんだけど、だいたいね、悪いことですね。悪いこととか不満があるとき、不満があるときです。例えば、そうですね。会議やら出張やらで忙しいって言ったらもう会議も行きたくないし出張も行きたくないんだけどそういう不満があるんだよっていう時で、というかというかっていうのは、はっきりしないはっきりしないことをまあ言う時ですね。例えばそうですね、あの人は優しいっていうか何にも自分で決められないっていうかで、まあ、そういう感じなんかはっきり言えない時に言います。例じゃないですね。何々かまいかこれは何々しようか何々死ぬのをやめようか反対のことですね。行こうか行くまいかだったら行くのか行かないのかどうしようかなっていう時だから例えば行こうか行くまいか、うん、こういう時ですね。はい。